アルブレヒト2世は、中林元炮白、マイセン編共白。5歳及びその息子を偏愛して、戦災の息子との応援騒動を招いてしまったため、堕落伯の不名誉なあだ名が付けられた。マイセン編共白ハインリヒ3世とオーストリア公、レオポルト6世の娘コンスタンツェとの間の、長男として誕生した。1265年、父は所領を分割し、 アルブレヒトにチューリンゲンとザクセン宮中白陵の運営を取らせ、チューリンゲン宝白を継がせることとした。弟のディートリヒは、ランツベルカ返境領とスターラント返境領を、父は、マイセン返京白陵及び、ニーダーラウジッツ返境領を拠点とした。アルブレヒトは、1254年に新生ローマ皇帝、フリードリヒ2世の娘マルガレータと結婚した。嫁師として、 プライセンラントがベッティン家にもたらされた。アルブレヒトはマルガレータとの間にハイムリヒ、フリードリヒ、ディーツマン、アグネスの4人の子供を設けている。はじめは2人の中は良好だったが、やがてアルブレヒトはマルガレータを捨て、国軍でフォン・アイゼンベルクを愛人とした。この結果、マルガレータは1270年6月24日にバルトブルクを去り、フランクフルトアムマイへ行くと、 同年8月8日に亡くなった。幼い二人の息子フリードリヒト・ディーツマンは、叔父のランツベルク博ディートリヒを頼り、長男のハインリヒは1283年にシレジアで消息を絶った。アルブレヒトは1274年に国軍でと結婚し、皇帝から彼女との間の息子、アピッツが着室死であると認められた。彼はアピッツにチューリンゲンを継がせて、 マルガレータとの間で生まれた息子たちには、マルガレータの遺産であるプライセンラントとザクセン宮中、薄涼だけを与えることで満足させようと目論んだ。この目論みから、不死の間での戦いが始まった。最初はアルブレヒトが優勢で、フリードリヒは父親に捕獲され、バルトブルクに遊兵された。しかし一年後に逃亡すると弟のディーツマンと共に、父との戦いを続けた。 こうした状況の中、1284年に弟のディートリヒが一人息子のフリードリヒトゥタを残して亡くなり、4年後の1288年には父も逝去した。父の死によりアルブレヒトは前戦編協白となり、フリードリヒトゥタはニーダーラウジッツを相続するが、これをめぐってアルブレヒト2世の息子のディーツマンと争い、敗れてしまった。同年、 アルブレヒト2世はフリードリヒに敗れて捕虜となった。1289年1月1日のロホリッツ協定でアルブレヒト2世は釈放と引き換えに領土の大規模な活譲を行った。アルブレヒト2世は残った前線量をフリードリヒトゥタに売却した。しかし、1291年のフリードリヒトゥタの死後、ディーツマンは独断で異常を奪取し、 アルブレヒト2世は、経済的破綻から1293年に、駐輪園をローマ王、アドルフ・フォンナッサウに売却せざるを得なくなった。マイセンやオスターランとは、フリードリヒットゥタが亡くなったことで、世襲報道とみなされることとなった。アドルフを討ち取り、ローマ王となったハプスブルク家のアルブレヒト1世も、この地域を要求したが、いずれも実際にこの地を治める力はなかった。 1290年の国軍での死後、アルブレヒト2世は、エリザベート・フォン・アルンス・ハウクと三度目の結婚をした。1299年に、彼女の娘がフリードリヒに嫁ぎ、父死は和解したが、結局アルブレヒト2世は、年金と引き換えに、中林元もフリードリヒに引き渡し、1314年に、エアフルトで息を引き取った。神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の娘、 マルガレータとの間に三男一女がいる。国軍でホン・アイゼンベルクとの間に一男一女を設けた。オーラミュンでハクヘルマン三世の娘エリーザベトとの間に子供はいない。ありがとうございます。